皆さんこんにちは、ナミオでございます。こちらのチャンネルではアクアリウムに関する事柄などなどを等身大でぬるっとブログ調にお届けしております。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、何本か前の動画でですね、メダカの無人販売所を訪れてみたっていう動画を出したんですけども、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。知らないぞそんなのっていう方は、まずはそちらの方の動画をご覧ください。その時に無人販売車を出していらっしゃった豊メダカさんっていうメダカ屋さんですね、そちらの方が今度別の場所に、今度は豊メダカとネバーメダカ屋っていうところのコラボとして新たな無人販売車を出されるということで、本日はそちらに向かっております。神戸市の中心部から説明しますと、阪神高速の北神戸線に乗りまして、そうですね、三宮からでだいたい40分ぐらいとか、それぐらいの土地にあります。自然豊かな場所でございます。こちらの方に今目指しております新しい無人販売所、がございまして、間もなく到着となっております。田んぼの緑が美しい。細かな住所は動画の説明欄に載せておきますので、そちらで目指してくださいます。ヘアサロン上垣っていうのをナビやらGoogleマップやらに入れるとたどり着きやすいです。ということで、急の有馬街道になるんですかね、こちらを入っていきますと、今左の上の方にメダカの上りが見えてきまして、到着となります。さて、到着いたしました。こちらの黄色い建物がヘアサロン上垣となっております。先ほども申しましたように、 Google マップとかカーナビですね、そちらにヘアサロン上垣と入れていただきますと、ここまで到着できるようになっております。まあ、だいたいこの建物だけでもね、特徴的な建物ですんでわかるんですけども、こちらのようにメダカの上り、自動販売機の上りなどが立っておるのが目印となっております。見てください、これ自動販売機、70円自動販売機です。右側には割とあんまり見たことないようなドリンクの並ぶ70円自動販売機、左側は割とメジャーブランドが並んでるんですけど、こちらも一番安いのは70円からの自動販売機、こちらも無人販売所の売りとなっているそうでございます。建物に向かって自動販売機側の路地を入っていきますと、駐車場スペースがございまして、そちらに無人販売所、メダカの無人販売所がございます。到着でございます。大きめのアルミラックっていうんですかね、まあラックのようなものが置かれておりまして、それの上段にメダカがずらりと、なかなかの品揃えでございます。たくさん並んでますね。で、下段の方にはですね、浮き草、水草、あとミジンコなんかも並んでおりました。PSB なんかも販売されておりましたね。ちっちゃい方のペットボトルで500円、大きい方のペットボトルで1000円で販売されておりました。冒頭でも申しましたように、こちらの販売所、豊メダカさんとネバーメダカ屋さん、こちらの2店のコラボレーションの無人販売所となっております。向かって左側に並んである丸っこい容器に入っているのが豊メダカさん、そして今見えている右側に並んでいるのがネバーメダカ屋さんの、メダカとなっております。卵の方も販売してるんですね。メダカの卵、メダカは育てやすい、いろんな品種がいます。生き物を育てる楽しさ、有精卵販売、500円から2000円、1瓶30粒以上ということで、なかなかこれもお買い得じゃないですかね。こちら代金箱になっておりますね、こちらの方に購入されたら代金を入れるというふうになっております。左にちょこっと見えてますけども、防犯カメラがついてますので悪いことはできないようになっておりますよ。こちら豊メダカさんのメダカを見てまいりましょう。
楊貴妃から来まして、歌舞伎の M サイズ、こちら1000円、楊貴妃が1000円、パンダメダカが2000円、だいたい一つの容器に 4,5 匹入ってます。だるまさんもいます ね。ミックスのメダカなんかも1000円で売られていたりします。あと紅白のラメですとか、夜桜もいますね。あとこれサンセット悟空竜って読むんですかね、綺麗なメダカでしたよ。緑光も2000円で販売されております。歌舞伎が3000円、こちらちょっと育ったやつかな、っていう風にですね、いろんなブランドのメダカが比較的お求めやすい価格で、ラインナップされていると、こういったものが豊かメダカさんの特徴じゃないでしょうか。有馬口の販売所の方もね、非常にたくさんの種類でお求めやすい価格で販売してるっていうのが印象的でございました。まあ、日差しがあるからかして少しグリーンウォーターになっているんですけども、どのメダカも元気に元気に泳いでおりましたよ。続きましてネバーメダカ屋さんのメダカでございますね。こちらの方はどちらかというとまだちょっと幼魚、稚魚から幼魚、まだ成長しきってないような感じのメダカが多かったですかね。どのメダカも綺麗で元気に泳いでおりました。そして右側には稚魚ですね、まだ張り子からちょっと大きくなったかなぐらいのメダカさんたちっていうのも販売されておりましたね。どれもだいたい5匹以上入ってて、5匹ぐらいかな入ってて1000円とか、稚魚はそれぐらいの値段で売っておりましたね。ネバーメダカ屋さんの方はこういったね、張り紙のようなまあ看板といいますかもう設置されておりまして、夜桜、クロバチ、ドラゴンブルー、東天光、古式タイプ R などなどあるんですけども、これ今まだね、生育させてる途中らしくて、まだ店頭の方にはこちらの方は出ておりませんでしたけども、もうちょっと時間が経ったらこういったものも出てくるんじゃないでしょうか。なんとですね、今こちらの無人販売所を訪ねて、無人やって聞いてたのに人がいてました。映っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？こちらの無人販売所を管理しておられますネバーメダカ屋さんの上垣さんです。はい、そうです、お願いします。はい、ふとしたことでおすすめとか紹介してって言ったら、じゃあこっちじゃなくて奥行こうと言われたので奥へ行ってきます。はい、どうぞ。はい、何でもこの駐車場の奥の方でメダカを育てていらっしゃるということで、そちらの方も見学させていただくことになりました。おすすめなのはサファイアなんですけど、はい、サファイア、こちらですね。はい、あ、こちらでメダカを育てておられるわけですね。ね、ちゃんと網の対策をされて、ちゃんとオーバーフロー対策もバッチリじゃないですか。そうです。ありがとうございます。で、うちの一番おすすめは、はい、こちらのサファイアになります。サファイア。つきますかね。これでこの春生まれた子たちですか？そうですね、今年の初めに生まれたものを購入したんですけど、まあ、大体10匹ぐらいですね。卵はつけてます？あ、背びれがないんであまりつけないんです。ああ、そうなんですね。多くても4つですかね。1日4つか。ほぼほぼ取れないです。いつの日かボロボロ生み出したらいいですね。最高ですね。こちらが2番人気ですか？そうです。あ、ドラゴンブルー、はい、文字通りブルーが乗った感じの、少し青みがかったみゆきちゃんのちょっと青っぽいみたいな感じのやつですかね。そうですね、ちょっとヒレも長めでね、このヒレ長が綺麗んだな。かわいいですね。ねえ、かわいいっす。
てな感じでですね、たくさんのメダカを育てていらっしゃるんですけども、育てておられる数の割になかなか無人販売所の方に出てるメダカの数が少ないなぁなどと思いましてね、なんでだろうなぁと思ってたんですけども、この後ですね、その謎が解けることになります。びっくりしたなぁ。こちらはビニールハウスの中の育成の様子ですね。こちらは主に卵を取って取った卵を移していってる、まさに今メダカを増やしているようなメダカがここにたくさんいるのかななどと思いながら見ておりました。冗談にはこれうちの家でも大活躍のセリアのスタッキングボックスですね。こちらの方で稚魚を増やしておられるのでしょう。さて養魚場の方も見せていただいたんですけども、上垣さん、この無人販売所を始めようと思われたきっかけは何やったんですか？最近テレビで2ヶ月前ですかね、はい、メダカがブームっていうことを聞いたんで、はい、それはちょっとうちの兄に話しましたら、はい、ちょっとメダカ買ってくるっていう話になって、はい、25種類何も分からずブランドのメダカを購入しに行こうって、はい、買いに行ったのが始まりです。それがいつの話ですか？5月の半ばから。すげえ、今年ですか？今年。うわ、すごい。今年の5月にブームに乗って、はい、えいって思ってメダカを買いに行って、はい、そしてもうこうやって販売されてるっていうことですもんね。そうですね、ちょうど 1、2週間前にこの無人販売所を作ったって感じ。ねえ、ちょっと僕ネットのニュースで、はい、ね、ツイッターの記事でこちらができるっていうことを見させてもらって、はい、来たんですけども、はい、まさか5月にメダカを始められたとは。そしてもうこうやって販売をされてるんですね。素晴らしいじゃないですか。一応予定ではこっちにもう1個作って、あ、この隣に、そうです今全体がこうなんですけど、この隣にこのゲンチャリをのけて、のけて同じこのラックを、はあ、もうちょっとこう何段も置けるように、はい、すごいですね。5月に始められて、まだじゃあ2ヶ月半3ヶ月経ってないぐらいですもんね。そうですね。でこうやって無人販売所を始められてるこのバイタリティ、すごい。すいません、他にも同時進行のビジネスしてるんですけど、はい、一応無人系で、はい、尼崎の方で古着屋さんもさせてもらってるんですけど、無人で何か売るのが好きなんですね。なんか最近の流行りみたいな。なるほど。何になってんやろかな。じゃあちょっと尼崎の古着屋さんのこともこれ動画の概要欄の方に載せときますんで、はい、ぜひご近所の方はそちらの方も行かれてみてください。一応そちらでもメダカ販売をしようと思ってるんで、はい、今週の、7月17、18から、はい、メダカを500匹用意しようと思って、へー、今ちょっと買い集めてるところなんです。なるほど、すごいバイタリティだな。それで、土日からスタートしますので、はい、よろしくお願いします。はい、この土日から。そうです、この土日ということは17、18、はい、土日から尼崎の方でもされると、はい、じゃあちょっと機会見つけてそちらの方も取りに行かせてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに今こちらの販売所はこうずらっとメダカちゃん並んでいますけども、はい、これ左半分が豊かメダカさん。そうですね、ここからここまでです。はい、が豊かメダカさんで、はい、でこの右半分がネバーメダカ屋さんのメダカということで、はい、そうです、ね、2ショップがこうやってライバル争いしながら販売してる、はい、コラボしながらはい、売ってるということなんですよね。はい、うちのところだったらまだまだ小さいんでなかなか並べれるものが少ない。はあ、なるほど。ね、今こちらネバーさんの方はね、半分は成魚やけど、まあ半分は、まあ、張り子と言いますか、稚魚の状態で販売されております。ね、このちっちゃいのを飼って育てるのも楽しいですしね。そうですね、卵から
ね、大人買うと今度は産卵する楽しさとかありますし、ね、どちらを買っても皆さんよろしいんじゃないでしょうか。はい、こちら豊かメダカさんの方もね、多数ブランドメダカが泳いでおります。ここの無人販売初めてで1週間と少しなんですけど、はい、もうかれこれ5組ぐらいのお客さんが来られまして、ね、10セットぐらいは売れてますね。ああ、なるほど。メダカ今ブームね。あのここやったら車でも来やすいですし、うちあの神戸市内、まあここも神戸市内なんですけども、ね、神戸市北区です。はい、神戸市北区は神戸市じゃないって神戸の人はよく言うんですけども、れっきとした神戸市内ですから ね、 ね、あの車でも神戸市の中心部からまあ1時間かからずにひょいと来れますもんね。そうですね、高速、阪神高速北神戸線ですから、ね、はい、で1時間ぐらいかからずに来れます、来れますもんね、はい。はい、ということで皆さんご興味持たれた方はこちらの、ネバーメダカ屋さん、豊かメダカさんの無人販売所を訪れてみられてはいかがでしょうか。それではネバーメダカ屋さんの上垣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、親切に対応してくださっていい取材ができたかなと思っております。こちらの無人販売所、行き方等々は概要欄の方に載せておきますので、よかったらそちらの方を見て訪れてみてくださいませ。念のためにですけども、連絡先がこちらとなります。こちらのお問い合わせ先の方も参考にしていただいて、現地を訪れていただけたらと思います。それでは本日の動画は以上となります。よかったなと思ったら高評価、またチャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。それではさようなら。